戻らない95年生まれの27歳で、ずっと映像のディレクターをやらせていただいております。普段は、ポートレート人物の撮影をメインに、スチールおよび、ムービーの撮影をしております。今回アリカという曲いただいて、大地にやっぱ切なくてすごく綺麗な感じの音色のする、曲でもありますし、過去の恋愛とかのことを忘れられずにこうちょっと考えてしまう女性の目線みたいなものが、一番ちょっと伝わってくるものかなと思ったので、それをちょっと表現する映像にしたいなと思っておりました。女性の、心理描写をするのにあたってあまりこう落ち着いた絵ではなくて、少し手ぶれ感のある映像の方がよりその彼女の揺れる心情を表現できるんではないかなと思っていたので、手持ちで撮影することを一応選びましたね。僕は普段からあの Z シリーズは使わせてもらってて、ちょっと落ち着いて撮れるというよりは少しこう機動性があった方がいいかなっていうのを思ったので、実際手持ちでもやりやすいようにその、軽さもある、機動性もある、まあ、レンズを使いつつというところで、一番メインは F1.8 の 85mm の方を僕が、多めに使ってたんですけど、まあ、そういった理由で、レンズを選択して、撮影してました。僕が一番よく使用してたのがノクトの 58mmF0.95 っていうレンズだったんですけれども、ノクトのレンズにしかないなんか綺麗さというんですかね、なんか他のレンズよりもこう改造するっていうような習慣があったりとか、すごくその魅力に取りつかれて、ずっとそればっかり使わせていただいておりました。はい、0.95 ぐらいになると結構もう普段見てる世界とは全然違う世界が作れるので、まあ、少しこう思い出とか夢の中みたいなようなこう描写ができるなっていうのを感じて、でそれがすごい面白いなと思って撮影してました。本当に部屋の一筋だけ光が入っていた環境だったんですけど、その光をこうフレアを微妙に拾いながらかつハッとさせるような絵が、撮れていたカットがあったので、それを撮った時に一番このノクトで良かったなっていうふうに思いましたね。雪原で夕日をバックにした時の光の捉え方だったりとか、その雪原との合わせた綺麗さみたいなところで、普段本当なかなか撮れないような環境と、まあ、そのシチュエーションだったりとか、綺麗な映像美としてもそうだし、こう情景が伝わるようなものになったのかなっていうのはすごい感じました。撮影の環境が、まあ、北海道というところで、まあ、その Z9 がそのマイナス10度とかでも使用が全然可能ということになっている機材ということで、そこら辺が実際使ってみても雪がすごい降ってる中で使ってたんですけど、全然何の問題もなく、雪とか雨よけのカバーをつけようと思ってつけて撮影してたら、つけなくても大丈夫ですよっていう話をいただいて、カバーもなく撮影できたからスムーズに結構そのいろんな角度から狙えたりとか、こうグリップのしやすさみたいなところがあって、まあ、その撮影しながらこうアクティブに動く時もすごく、まあ、撮りやすいというか。今回 N ローの12ビットで撮影させていただいてたんですが、その中で SDR というモードがありまして、そのモードだと ISO64 から撮影できたので、その日中で雪原でしかも照り返しが強いみたいな環境で撮影するっていう状況だったので、その中で ISO を極限まで下げれるっていうのはすごく大きなポイントでしたね。今回ノクトというレンズがマニュアルフォーカスしかなかったので、開放値が 0.95 をメインで使いたいなと思っていたので、ピントに関しては少し不安があったんですが、ピーキング表示というピントがあった部分だけ、しっかりとこの知らせてくれるっていうような、その機能があったおかげで、マニュアルフォーカスでも安心して撮影することができました。今回はその手ブレ補正をそのスポーツモードですねにして、撮影をしていて、手持ちだけで撮影するみたいなのには適しているなっていうのを感じながら撮影しました。カラーグレーディングを前提に撮影したいなというふうに思っていた時に、まあ、ログのデータよりも
色情報が残っている NRAW12bit っていうデータで本体内で収録できるっていう部分はとても魅力的でした。はい、MP4 のプロキシデータが同時に生成されていたので各動画の内容の確認であったりだとか簡単なラフな編集であったりとかっていうことが全てできたのであまり不便を感じずに使えることができました。でも、まあ、スチールの部分でもそうなんですけど同じようにその、まあ、ローと JPEG を両方残して撮影をする時にもJPEG の絵もすごく綺麗で改めてちょっと驚いたというかすごいびっくりした部分かなと思いました。主にそのスチールの方が実際には撮影の機会が多くてその中でたまにその映像もできますかみたいなお話をいただいたり、まあ、そういった時にこの Z9 1台あるとその、まあ、映像も写真も全て満足いく仕上がりですごくできるなっていうところを感じたので本当にこう、まあ、映像だけの人でも写真だけの人でももちろんいいですけどやっぱり両方やりたいっていう人には特におすすめできるカメラなのかなと思いました。僕としてはそうですねなんかシネマカメラをやっぱりこう使いがちではあるんですけどやっぱりそれがやっぱ適さない環境みたいなものもすごくやっぱりあると思うんですよね。この Z9 を使えば、他に特にオプションもそんなにいらない状態で NRAW で 4K とか 8K とかっていうことを撮影しなを狙うこともできるので今回特に北海道とかっていう環境でしたけどそういうこう普段攻めれない場所まで、攻めていくこともできるんじゃないかなというふうに思いました。はい。